こちらは東京の目黒駅です。こちらは継続しておりまして、この地下鉄、都営地下鉄と、そしてそれが南北線の形でずっと埼玉の方まで行きます。裏は御園と表示した電車になっています。こちらが北の方に向かいます。まもなく発車するところです。比較的こちらの方向は乗客が少なく、私は東京都は対応されたこちらこの中心部から入ってくる電車に乗りまして、この先この目黒から日吉、そしてこの先まで向かう電車、日吉までは直通電車が走っております。さらにこちらの方は昔小杉、そういった方面まで電車が向かうところです。まもなく電車がやってくるだろうと思います。そして私はこれを電車を乗り継いで、この長津田、そして JR 線乗り換えていきます。一番今後方にいますので、もう少し前の方で乗ります。あと開きます。私もこの後乗ります。終わります。